ブレニムは、イギリスの競走馬、シュボバである。1929年、2歳児にデビュー。デビュー戦のマントンプレートから、スピーディープレートニューステークスホープフルステークスまで4、連勝した後、3戦、連続2着という成績を残した。翌1930年、三歳初戦のグリーナムステークスは、惨敗。2戦目の2戦ギニーは4着に終わったが、6月4日、3戦目の、 ダービーステークスを優勝。しかしそのレース中に負傷したため、ダービーステークスを最後に引退、シュボバとなった。1936年、サンクのマームードが、ダービーステークスを優勝し、親子制覇を達成。同年、アメリカ合衆国のクレーボーンファーム、カルメットファーム、グリーンツリーファーム、ストナークリークスタッドを含むシンジケートに売却された。 アメリカではすでに同盟の馬がいたためブレニムツーと呼ばれた。アメリカでもアメリカクラシック三冠馬はアーラウェイを生み、1941年のリーディングサイヤーに輝いている。1958年に死亡。遺体はクレーボーンファームに埋葬されている。ありがとうございます。